ララポートアーバンドックララポートとヨス、アーバンドックララポートとヨスは、東京都江東区とヨス2丁目に立地する、三井不動産商業マネジメント運営のショッピングセンター。2006年10月5日に開業した、東京都江東区とヨス2丁目区画整理事業の一環として、2003年3月に閉鎖となった旧、石川島張間重工業東京第一工場、跡地である、 アーバンドック内に建設された。超高層マンションのパーク式豊洲とヨストは地下連絡通路でつながっている。本施設は造船ドック跡地を取り囲むように配された4層の船をモチーフに海辺のリゾート的な日日常感を味わえるよう構想された。施設内部の店舗をつなぐメインモールは3層吹き抜けとトップライトによって 来訪者は館内にいながら明るく開放的な印象を持つよう設計されている。テナントは本施設周辺に多数建設されたマンションに居住するファミリー層の来訪意欲を刺激するような構成都市、体験型施設のキッザニア東京やエレオによる都内最大規模のドッグランペットカフェのほかシネコンなどが入った。また、アネックス棟の1階には 伊豆半島を地盤とするスーパーであるフードストア大きキが出展している。19世紀にイギリスで製作されたビショップサン社のパイプオルガンがアトリウムに設置され、連日オルガン奏者による演奏が行われていたが、2011年4月をもって撤去された。2012年10月から翌年3月にかけて、東京湾岸部で大規模商業施設の開業が相次ぎ、 競争が激化していることを踏まえ、新規出店が全体の約1、4を占める大規模リニューアルを三井不動産が実施している。本施設の大部分の土地は2016年3月末 IHI の最終損益が7年ぶりの赤字となることを受け、同社から三井不動産に約200億円で売却されている。2020年には隣接する再開発エリア、 トヨスベイサイドクロスが開業するのに合わせ、同エリアの中核となる、トヨスベイサイドクロスタワーの地下1階から地上4階までのフロアをララポートトヨス3として開業36店舗が新規出店する。同時に既存の本館をララポートトヨス1、アネックス館とララポートトヨス2に名称変更するとともに開業以来最大規模となる70店舗のリニューアルも実施する。 これにより、総店舗数は214店舗となるほか、ララポート豊洲1と豊洲3は連絡デッキで接続、豊洲駅とは、東京メトロ、有楽町線からは、ベイサイドクロスと地下で直結、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線からは、連絡デッキで、豊洲シビックセンターを経由して、ベイサイドクロスと直結することになる。当初は、 リニューアル部分を3月18日より順次開業し、4月24日にベイサイドクロス開業と同時に全面をオープンする予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大とそれに伴う緊急事態宣言の発令、東京都からの営業自粛要請を受け、4月8日よりスーパー、医療施設、薬局等一部のみ営業し、それ以外については休館、開業延期となった。また、 CM の出向ができなかったことに伴い、AC ジャパンの CM に差し替えられた。後に緊急事態宣言の解除や、自粛要請の緩和措置を受けて、5月29日に、ララポート豊洲1.2の営業再開、リニューアルオープンを行い、6月1日より、ララポート豊洲3を開業した。ありがとうございます。